ゾンケチョウにしてやるわ。はあ、無理無理、あんたなんかが私に勝てるわけないじゃない。アイスクルボール。ふふん、このお金をあげる代わりに君のサインが欲しいな。ほんと？サインくらいお安いご用よ。ほら、お金お金。うん、これでこのお金は君のものだ。これだけあれば何食べようかしら。じゃあ、早くここから出てってくれるかな。それで神社を追い出されてきたの？一体何者なのよあいつは。さあ、マウス、それがあいつの名前よ。あいつの名前の部分が聞き取れなかったんだけど。マウス、かなりはっきりと言ったのだけれど聞こえた？全然聞こえないんだけど。まさか著作権。著作権？著作権、最悪の能力よ。妹様、なりません。サインでも別にいいじゃない。そのサインは妹様の考えてるようなものではなく。もううるさいな。サクヤにも後で書いてあげるわよ。それともサクヤは私の人気に嫉妬してるの？いや、そうじゃなくてですね。なら別にいいでしょ。グランドール、スカーレット、ダメー！あ、お姉様、見て見て、これもらっちゃった。じゃあ、出てってくれるかな。やるわね、レーム。じゃあどうするのよ。遠距離からの攻撃しかないわ。相手の識別が難しいような距離なら著作権に訴えることも難しいはず。分かったわよ、やってやろうじゃない。真相、スピアザグングニル。レミ、パチン、ホーマ館で待ってなさいと言ったのに。あいつが偽物だって分かったの。著作権の能力はないわ。そこのネズミ、覚悟はいいかしら。